ンポン。じゃあ今からヤンデレに愛されるアンパンマンと各種パンという設定でいきますよ。用意スタート。待て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 、どういうことだよ。だからこの設定でいきますって。意味不明。あかりちゃんアンパンマンね。なんでだよ。はい、レディー。ゴー。いや、ゴー言われても。なあ葵ちゃん。あ、お兄ちゃん、お帰り。ノリノリかよ。そしてアンパンマンはお兄ちゃんなんだ。お仕事お疲れ様。今日のバイキンマンボコボコにできた。ううん、まあな。よかった、葵の作った顔ちゃんと使ってくれたんだね。顔、うん、これなんかもうやられた後みたいな顔になってるんやな。ごめんね葵、あんまり器用じゃなくて。これは器用、不器用以前の問題なやつ。体育さん、何度も黙れ。クバオキメ。あれ、ねえお兄ちゃん。はい。ごめんね、見間違いかもしれないんだけど、服にこんなのがついてて。なーにこれ。なーにこれ、これバイキンマンの角だよね。これバイキンマンの角かよ。なんでお兄ちゃんの服にこれがついてるの。ほんとだよ、怖えよ。まさかお兄ちゃんバイキンマンと。うんうん、違うよね。うん、きっと違う。あ、不平法。あ、バイキンマン。あら、いらっしゃい。怖い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 。あ、ここに角あった。何やっとんねんこいつ。ほんますまんな、アンパンマンと激しくやり合ったせいでビンビンの角が飛び立ってしまってな。言い方って違う違う、激しく戦ったら角が折れたってことや。まあそうかも言わね。そう確か言わねえだろ。もうわからねえな。帰れ。お兄ちゃん、まさか浮気。いやいや、バイキンマンと何かあるわけないやろ。じゃあお兄ちゃんが葵が作ったお兄ちゃんの顔食べたら許してあげる。許され方がすごいや。えへへへへ、あかり先輩、もうアンパンマンじゃなくなっとる。俳句さてめえがしばくぞ。